ああ、これね。おお、くるくる回りましたね。すごいスッキリ。ハリ宮殿からこんにちは、美容ハリ宮殿です。今日モデルの田中さんにお越しいただいてます。お願いします。この間僕、はい、子供ですね。うちの子供なんか高い高いとか好きみたいで、もうね、高い高いした後に一気に下に落ちるっていうね、むっちゃキャッキャッキャッって言うんですよ。でフリーボールみたいな。上げて上げて、カッターって言って、そっからのバゴンなんですよ。そしたら結構背中バキバキになったんですけど、背中バキバキとかなったりとかします。背中割と重い荷物を持って歩くほど多いのもあってか、はいはい、肩から背中、結構背中つらいです。やばいっすね。この背中バキバキが、じゃあちょっとあれのあれのあれして、はい、あれをするとあれになってこうあれボーってなってあれがあんな感じになるんで、さてあれって何回言ったでしょう。違いますね。わけのわかんないチャンネルになってますけど、はい、じゃあしっかり、はい、あれのあれでピュッてやってバーッって感じにしますんで、はい、ぜひ楽しみにしててください。それではゴー。では手を合わせて右ひねって背中バキって言いましたよね。あんたりはおお超絶やばいですね。30度ぐらいですね。じゃあもう早速もうこれはもうバキバキすぎるんで治療いきたいと思います。それでは、ゴー。では最初ですね、オイルを流していきます。では、ちょっと流しますね。これ大丈夫ですか？ダメそうですけどね。大丈夫ですか？はい、うん、あ、結構やばそうですね。わあ、大丈夫ですか？横一直だとやばいですね。結構超絶やばい感じが背中出てますね。なんかちょっとでもだいぶやばいですね、うん、大丈夫ですか？なんとか大丈夫ですか？背中置いてきますね。7分ほどお休みいただきます。それでは7分経ちましたので背中のねカッピング取っていきます。で背中ね針をしていきたいと思います。これちょっとだいぶやばいんで後半もしっかり流したいですね。カッピング、あ、ちょっとごめんなさい、これとんでもないことになった。大丈夫ですか？力尽きたか。ああ、なんだかもう訳が分からないよ。だいぶ来ましたね。肩甲骨もやばいね。肩甲骨じゃ。これここですね。これね。これをやっとこう。ああ。うわ。じゃ。今ねもうすでに首肩終わりましたんで、この肩甲骨からの下の部分ね、ボワーンってねやっていかないとまずいですね。この背中が泣いている。これね、はい。ここね、結構、ああ、これね、はい、これやばいね、はい、では、7分お休みいただきます。
で7分経ちましたですね。背中の針取っていきます。で背中の針を取りますね。はい、ではバキバキをですねちょっと見てみたいと思いますね、はい、手をピッで右、おお、いきますね、お反対、おお、うん、きます、やばい、おお、あってかってくるくる回りましたね、はい、成功。もうなんていうか、もう今一緒にショート用も撮ってるんですけども、はい、カメラマンとの息の呼吸のこのあった感じがですね、もうお父さんとしては涙です。それは置いといてですね、いいですね、はい、すっきりしましたね、すごいすっきり、はい、むちゃむちゃ流れましたんで、でですね、お家ではなんですかこれよくわかんないことですけ ど、はい、背中が良くなったっていう動きが出ましたけどもね、はい、はい、ということですね、背中バキバキだったりですね、まあ、腰痛だったりヘルニアとかですね、悩んでる方がいらっしゃったんですね、治療院はですね、横浜元町と銀座にありますので、LINE のですね、概要欄からお問い合わせいただければと思います。またですね、僕が指導しているですね、技術をですね、伝授している弟子の先生たちがですね、全国に400店舗ぐらいありますので、つなげたいなと思いますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。LINE で構いません。他にもですね、施術動画ですとか、セルフケアの動画を配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。LINE もフォローお願いします。おお。きます。やばい。もう。あ、待って待って。くるくる回りましたね。はい、成功。これアウト。はい。バッチリですね。もうなんていうか、もう今一緒にショート用も撮ってるんですけども、はい、カメラマンとの息の呼吸のこのあった感じがですね、もうお父さんとしては涙です。それは置いといてですね、いいですね、はい、すっきりしましたね、すごいすっきり、はい、むちゃむちゃ流れましたんで。